話す。まさき。まさきのこと。まさきさんは中学生ですか？はい、15歳の中3です。そんなに怯えなくても大丈夫ですよ。いや、でも僕、こんな、いや、ごめんなさい。やれやれ、どうしようか。何か言いたそうですね。聞けば答えてくれるかもしれないですよ。話す。まさき、須田まさき。アイナのこと。僕確かにあの時、アイナさんが好きになれないって言いましたけど、殺すなんてとんでもないです。いや、そもそも同じマンションに住んでることも全然知りませんでしたし。まさきさん、落ち着いてください。まだ何も言ってませんから。でもなんか僕、あなた方にあんなこと言っちゃって疑われてるんじゃないかと怖くて、それでイルスを使っちゃったんで。疑われると思って怯えてたんですね。大丈夫ですよ。いくらなんでもそこまで短絡的じゃないですよ。まさきさんが事件と関係ないなら堂々としててくださいね。はい、すみません。関係ないならってあたり、やっぱり警戒してるんだな。話す。まさき、リオのこと。探偵さん、リオさんには会ったんですか？はい、さっき会ってきましたよ。リオさんって、どんな人でした？気になりますか？いや、いや、別にそういうわけじゃ。残念ですが、教えることはできないんです。個人情報を漏らすわけにはいきませんから。そうですよね。すみません。気になるなら自分で何とかしないとダメですよ。話す。まさき、事件のこと。今回の事件で亡くなったアイナさんのプレイヤーですけど、久我俊幸っていう方なんですが、彼のことは知ってます？いえ、知らないです。名前だけじゃちょっと何とも。名前だけじゃ何とも。話す。まさき、気づいたこと。ここ数日、この付近や MO で何か気づいたことありますか？そういえば夕べ僕が見た仮面の男は何か関係があるんでしょうか？他にも目撃者がいましたよ。なんだかこの付近で話題になってるようですね。あれが、もしかして噂の M2 なんでしょうか？それはどうなんだろう。だとしたら噂じゃなくて
実在するってことになるけど。でもそもそも M2 っていうのは MO の敵キャラなんですよね。そうですけど。あ、いや、そうですよね。そんなやつ実在するわけないですよね。当たり前か。ちょうど同じ仮面っていう特徴があるだけで、愛に結びつけるのも良くない気がするな。まあ人の噂なんてそんなものでしょうけどね。話す。まさき、仮面の男のこと、仮面の男を見かけた時のことを詳しく教えてもらえますか？いや、昨日の夜遅くにジュースを買いに出たら、そこの W4 棟の影から出てくる姿がちらっと見えただけで、瞬きしてる。暗かったし遠かったからはっきりと見てなくて、その仮面っていうのもなんとなくそう見えただけで。その男は他に何か特徴ありましたか？か、髪が長かったので最初は女の人かと思いました。それからなんだか妙に猫背だった気がします。髪が長い女性？あ、だから顔ははっきり見えなくて。ふむ。ああ、でも一瞬だったからよくわからないです。すみません。見せる。久我の写真を見せます。これが被害に遭った久我さんだけどどうかな？すみません、やっぱり知らない人です。そうか、知らないってさ。話す。まさき。まさきのこと。僕ダメなんです。どうしても昔から人と話すときどうしてもなんかうまく話せなくて、ごめんなさい。大丈夫、伝わってますよ。そうですか。ありがとうございます。まさきくん、MO の中では随分ハキハキとしてるのに。僕なんかネットだとなぜか大丈夫なんです。ああ、なるほど。僕気が弱くて、学校でもあまり友達がいなくて、ずっと一人で過ごしてたんですが、でもネットなら気楽に話せて、しかもその友達もできて、みんなと遊んだりすることもできるようになったんです。へえ、それは良かったじゃないですか。しかしまた随分極端な気もするけど。ごめんなさい。どうもああなっちゃって。人物リストに小川の正樹が追加されました。正樹が追加された。話す。正樹、アイナのこと。私たち今アイナさん本人が事故死なのかどうかを知るため、アイナさんの MO での行動を探ってるんですが、
はあ。13時より前、アイナさんが何をしていたかは知りませんか？13時ですか？確かアイナさんとの言い争いが12時50分過ぎ頃だったよね。ああ、そうでしたっけ。時間まで見てなかったんで。ああ、そうだ。思い出しました。あの後すぐ、ママにパソコンの電源を抜かれて、ママか。そのまましばらく説教されてましたから。だから、僕はよくわからないです。それで戻ってきたら、イベントが始まっちゃってたんですね。あ、はい。そうです。話す。この子が銃で誰か撃とうかとか言ってた子なんだよね。面白いよね。まさき。仮面の男のこと。実は怖くなってすぐに逃げちゃったので、それ以上のことはわからないです。話す。まさき。アイナのこと。アイナさんとはあまり話もしてないので。そういえば。どうしました？さっき MO で、ちょっと前にアイナさんが、ユキイルカさんと何やら話してたって言いましたが。ああ、言ってたね。何か怪しげだったって。僕、その時、遠くから少し様子を見てたんです。普通は、当人同士にしか届かないチャットをしてるので、二人が何を話してるのかは分からなかったんですが、アイナさん、一回だけ間違えて、周囲にも届く発言をしたんです。その時の、言葉を、思い出したんです。意味がよく分からなかったので、忘れてたんです。すみません。何と言ってたんですか？確かですけど、本当の殺人者がいたのか、ようやく発見かって。ん？まさきさん、それはいつの話ですか？確か、一月ちょい前だから、3月の中頃だったと思います。多分。それとその発言は、アイナさんがユキイルカさんに対してしたものなんですね。そうです。アイナさんも本当の殺人者を探していたってことなんですね。多分ですが、でも本当の殺人者はアルマダさんが探ってたんだし、アイナさんはそれを手伝ってたとか、そんなんじゃないかな。確かにそうかもしれません。ですが今の話で大事なのはそこじゃありませんよ。いいですか？重要なのは2点。まず、アイナさんの探し物はそれだった可能性が高い。その会話は3月中旬です。メモと時期は合います。そしてその探し物の情報は
ユキイルカさんから得たということです。もしかするとあのメモはここでの会話で交わした時の約束かもしれません。つまりだ、久我さんが探していて、そしてようやく見つけたってのは、獲物の中に潜んでる本当の殺人者だったのか。ゴーンって言った。じゃあ公園にはその殺人者に会いに行ったってこと。しかもその相手はユキイルカさんの可能性が高い。そしてそこで久我さんは大怪我を負わされた。となると噂は本当だったってことになるぞ。本当に獲物の中の誰かが殺人者だったってことに。そういうことになりますね。そしてさらに久我さんはそれを知ったために殺されたのかもしれません。話す。まさき、気づいたこと。あ、そういえば。ん、何か。いえ、大したことじゃないかもしれないんですけど、情報がいろいろ出てくる。何でもいいですよ。行ってみてください。さっきの MO でのイベントなんですけど、死体役をやる人って普通は専用のモーションを使ってただ倒れてるだけの状態でやるものなんです。なるほど、死んだふりをしてるだけなんですね。そうです。でも、さっき倒れてるアイナさんをよく見たら、キャラデッドで、実際にキャラが死んでたんです。ん？それってつまり、どういうことになるんですか？つまり、誰かがアイナさんに攻撃して殺したっていう、そういうことだと思いますけど、普通はそんなことはしないんですよね。はい、ゲームでも言いましたが、ペナルティがあるので。なのにわざわざ本当にアイナさんを殺した？それって誰が？なぜ？わかりません。オンラインでもオフラインでも両方で殺されたってこと？何か引っかかりますね。そのアイナさんを殺した人はゲームではすぐわかるの？はい。殺した人は犯罪者になっているはずですから。犯罪者？指名手配されて警察署に名前が貼り出されるので、それを見ればすぐにわかると思います。イクルミさん、話は十分聞いたと思うし、戻って確認してみようか。ではもうお話は終わったので移動します。それじゃあいろいろと情報をありがとうございました。私たち MO に戻って指名手配を確認してみようと思います。はい、僕ももう帰ります。また何かあったらご協力お願いしますね。
はい、わかりました。では移動します。木深川探偵事務所。どうしたの？急に立ち止まって。やっぱり気配を感じます。誰かにつけられてるような。それってさっき言ってたやつ？でも誰の姿も見当たらないですね。私の気のせいか、よっぽどのプロか。なんか怖いな。なんだかわかりませんが、油断はしないよう気をつけてください。うん。さて、それじゃあ早速確認に行ってみましょう。アルマダさんかユキイルカさんがいたら話も聞きたいですね。ログインします。では移動します。あ、違うな、サーチをするんだ。パソコンでサーチする。アイナオフライン。オフラインになった。アルマダマイハウスいるね。カムラマイハウス。ネコネコ警察署エリア。ブレッドオフライン。ユキイルカオフライン。リオオフライン。あれ、今アルマダさんがいたぞ。そうですね、マイハウスの中みたいですが、メッセージを送ったりできませんか？できると思う。やってみよう。送ってみたけど返信来ませんね。まあ先方の都合もあるので、このまま進めてみましょうか。そうだね。で、外に出よう。移動。外に出る。なくなってる？アイナはなくなってるね、やっぱり。移動します。成浜警察署。猫猫だ。あ、猫猫さんだ。にゃあ？猫猫さん。さっきイベント中に落ちちゃったようだけど。イクルミちゃん、そんなことよりも大変だにゃ。どうしたんだにゃ。どうかした？指名手配にアイナシャン殺しの犯人が張り出されてるにゃ。どうもおかしいと思ってたにゃ。しかもアイナシャン、マジ死にしちょったって噂にゃし。きにゃー。ね、猫猫さん、落ち着いて。猫猫って名前かわいいね。どういうこと？呼ぶ。指名手配。そのアイナさんを殺した犯人って誰だったの？にゃあ、考えてみれば当然って感じにあったけど、アルマダちゃんだったのにゃ。アルマダさんがアイナさんに攻撃して殺したってこと？どうして？そんなこと聞かれても困るにゃ。イベントにリアリティを出すためとか？一度犯罪者になった時のペナルティは重いにゃから、それはないと思うにゃ。アルマダさん、一体何を考えているんだ？どういうことなんでしょうね。ネコネコさんにアルマダさんのことも聞いておきましょうか。
呼ぶ。事件のこと。アイナちゃんが本当に死んじゃったことはもう MO 内で話題だにゃ。噂では例の本当の殺人者がアイナちゃんを殺したことになってるにゃ。呼ぶ。猫猫のこと。そういえば猫猫さんって MO 歴はどれくらいなの？にゃ、うちはベータテスト開始からやってるにゃ。今年の1月から始まったからもう3ヶ月にゃ。呼ぶ。猫猫のこと。猫猫さん、アレスト団にはどういう経緯で入ったの？1ヶ月くらい前にアルマダ社に誘われたにゃ。他のチームと掛け持ってるけどにゃ。掛け持ちはいいんだね。呼ぶ。アイナのこと。猫猫さんはアイナさんとは親しかった？同じチームにゃけどあまり話したこととかないにゃ。いつもアルマダシャンと一緒にいる人ってイメージにゃ。どうも影が薄くて個性が感じられないのにゃ。ああ、そっか、それだったんですね。どうしたの？アイナさんの印象になんとなく違和感を感じていたんですが。猫猫さんの言う通り個性が感じられないんですよ。無個性か？そうなのかな。確かに他の人たちに比べたら今一つパンチが弱いけど、というか他の人が個性的すぎるんじゃない？性格的な部分じゃなくて存在そのものとしてです。誰に聞いてもアルマダさんといつも一緒にいる人なんです。あ、そういえばそれだけにブレットさんへの執着が異質に感じられますし、久我さんの性格とも違和感を感じるんです。呼ぶ。アルマダのこと。アルマダさん、どうしてまたそんな真似をしたんでしょう？アルマダさん、前から変わったことしてたからにゃ。変わったこと？噂の本当の殺人者をどうにかして誘い出そうとしてたみたいにゃ。ん？こっそり聞いちゃったんだけど、実はアルマダシャン、ずいぶん前にも。誰が本当の殺人者なのか、何人か見当をつけてたらしいにゃ。しかも、にゃ。アレスト団に誘ったのは、その疑いがある人だけっていう話にゃ。まさか。そんな話、一体誰から？ユキちゃんにゃ、ユキイルカシャン。ん？これはどういうことだ？どういうことだ？つまり、この話が本当だとしたら、アルマダさんの目的は、最初から、本当の殺人者を探すことだけだったってことです。アイナさんとアレスト団を作ったことも、そしておそらく今回行われたイベントもです。いやー、しかしアイナさん、つまり久我さんは3月の時点ですでに殺人者を発見したんじゃなかったっけ？
それは単に外れだったのかもしれませんし、もしかするとアイナさんとアルマタさんは実は別々に行動してたのかもしれませんし。そうか、呼ぶ。アルマダのこと。じゃあ猫猫さんもアルマダさんに疑われていたっていうこと？ってことになるにゃ。失礼だにゃ。だからうち他のチームと掛け持つことにしたにゃ。ああ、なるほど。呼ぶ。アルマダのこと。どうしてアルマダがあのトリックを。ん？何か引っかかることでも？にゃあ、なんでもないにゃあ。ん？呼ぶ。アルマダのこと。アルマダシャン、犯罪者になっちゃったから。大勢のプレイヤーに狙われてって、マイハウスから出れないみたいにゃ。ああ、それでメッセージの返信も来ないのかな。それは多分そうにゃよ。親愛なるアレストダーの諸君、聞こえるか？アルマダだ。うわ、なんだこれ。アルマダシャン？この色の文字はチーム員だけに当てたチャットだにゃ。アルマダさんからチーム員に一斉送信されてるみたいですね。何事だろう。